ウルタケースさん、アメリカ大統領選の速報から目が離せませんと。私はトランプ勝ってほしいと思いますが、郵便投票が開いてくるとバイデンかなと思っています。どちらにせよドロドロの裁判で決着することになりますね。今日は草葉の会から応援しています。そうですね、まあ、僕ら応援してもトランプ勝つわけじゃないんですけどもうあとはトランプの爆発力ですよ ね、 そうですね。逆切れの爆発、それを爆発力と言っていいのか分かんないですけど逆切れの、そうですね、後進国的手法で、はい、うん、やるということでいいんじゃないですか、はいはい、そうですね。今ほら、トランプのね、はい、応援してる人たちを今煽ってるんで、ね、うん、まあ後でもやりますけどね、はい、だからこれこういうトランプの普通のレベルはまだこれなんですよ、うん、メイクアメリカグレートアゲインですけど、こう激しいやつになるとこの軍事的な迷彩カラーとかね、ついてるミリシアって言われる、うん、まあ、ミリタリーウェア着た人たちが、はい、銃を持ってトランプを応援してるっていうそういう状況ですから、これもう一体何の集会なんだって感じですよね。そうだから BLM 運動と、うん、そのミリシアたちがこの選挙結果が出た途端から暴れ出すっていう、暴れ出すっていう、いやアメリカ怖いとこですね。怖いよ、どんとんだ後進国だよねとんだ後進国。そう考えるとだから、うん、これ先週も言いましたけど、はい、日本がどれだけいい国なのかっていう話ですよ。日本はすごいし行儀がいいじゃない。そうなんですよ。いや、うん、なんなら日本人はすぐ結果を認めるんですよ、うん、これ後で取り上げますけど、はい、大阪都構想なんて あれすごい僅差だったじゃないですか。そうあの僅差で、うん、トランプだったら、うん、いやこれは不正選挙だって裁判に持ち込んでると思いますよ。松井さんとかね、はい、前の橋本さんとかも清いじゃない、はい、やめるっつって、やめるって負けたらやめますってこれは不正だってトランプやめない、やめない、何があってもやめないっていう自分でバイデンの方もアドバイザーが、はい、何があっても負けたって言うなよってアドバイスされてるっていう、めちゃくちゃですよ、ね、すごいよね。いや日本の方がだからどれだけ先進国なのか、成熟した先進国なのかっていう、そうだって暴れ出す人なんていないわけじゃないですか。そういない、日本には。そうだから、そう考えると、うん、やっぱアメリカの世紀末感、はい、というのが次の記事からも分かってくるわけです。はいはいはい、アメリカで銃の販売急増と、はい、大統領選挙での治安悪化に不安広がると、はい、NHK が報じてるんですが、はい、FBI などによりますと、銃の販売件数のバロメーターとなる購入の際に求められる身元調査の件数が、はい、今年は例年より高い水準で推移しているのです。2月まで200万台後半だったのが、3月以降増加し、人種差別への抗議デモが広がった6月には390万件にも上ったほか、8月も300万件を超えました。また全米射撃スポーツ財団によりますと、銃の購入者のおよそ 40% はこれまで一度も銃を買ったことがない人だということです。さらに今年初めて銃を購入した人のうち 40% は女性で、これは一昨年と比べると20ポイント高く、黒人の購入者も増えています。で、州別で見るととりわけ増加が著しいのが激戦州のミシガン州だとまさに今もうこれはやっぱね、民主党系は、はい、BLM 運動をやってますよね、うん、黒人の命は大事だってやってますよ、はい、で共和党系トランプの方は、うん、このミリシア、銃を買って、はい、自分たち自衛するんだという、うん、この BLM 運動が結局焦点を襲って、MacBook とか盗んでいくっていうパターンも今出てたんで、はい、うん、まあ、それとその銃を持って自分たちの店にな守るんだって、うん、ただ銃撃戦とかになると、はい、もうこれ南北戦争もう一度かという、いやだからこれやっぱ外国勢力も相当たきつけてんじゃないかなって思うんですよね。まあ入ってるでしょうね、うん、中国のね。だって実際そのアメリカ国内が荒れたら、はい、外に目向けられなくなっちゃうんで、だからこそこう内戦を誘発するっていう、まあ、これは歴史上いくらでも行われてきたことですから、はい、まあ、相当やってんじゃないかなと。でですね、はい、まあ、対抗馬のバイデン氏なんですけども、はい、あ、またかと、はい、このじいちゃんボケ取るんじゃないかと。これはよくありますからねバイデンね孫娘を亡き息子と取り違えっていう致命的、それは間違わないでしょっていうことを間違っちゃうんですね、はい、彼はいろいろやってますからね、大統領選投票日の3日、民主党候補のジョー・バイデン前副大統領がペンシルベニア州で支持者らに孫娘を紹介した際、2015年に死去した長男と取り違える一幕があった。よく言い間違いをすることで知られるバイデン氏は、支持者らに孫娘のナタリーさんを紹介した際、他でもない我が息子ボー・バイデンと述べたが、すぐに孫娘のナタリーと
だってそれ、うん、性別から違うじゃないですか。ギャグかっていうね。どんなギャグなんだって、はい、共和党候補で現職のドナルド・トランプ陣営はバイデン氏が高齢のため衰えている職だとしてその場面の動画をツイッターに投稿したって攻撃はすかさずやってるっていう、多分バイデンなるのは多分しょっちゅうやってんじゃないかな、そういううちがね。おじいちゃんさっきご飯食べたでしょみたいな。おじいちゃんさっき大統領選出たでしょみたいな。そうわしはまだ出るんじゃみたいな。そう、だから自分はこうやってね、栄光ある、はい、あの民主党から上院議員として立候補してるんだって言って、上院議員として立候補してるって言ったりとか、180年前から議員だみたいなこと言ってる。そうあ、そうそう、あの、あとね、新型コロナでアメリカは1億2000万人死んだって言ったんだよね。まあ、今20万なんだけど、当時12万だ。12万人と1億2000万人っていう、アメリカの3分の1は死んどるやんけっていう。日本だったら消滅です、ね、消滅。日本だと全員死んでる。日本だったら死んでる。あとね、あの演説の時に、I'm going to beat Joe Biden って言って、はい、俺はジョー・バイデンをぶっ倒すって言ったっていう、そこ、トランプだろ、お前。自分で自分をぶっ倒すって言ったっていうね。いや、これでだから、うん、まあ、この情勢だと、うん、当選する確率が結構あるわけじゃないですか、はい、バイデンさんも、うん。ここから4年間、うん、バイデンさん、まさにできんのかっていう話です。やばいよね、相当いろんなネタが出て、うん、でバイデンになって国全体が、うん、もしかしてトランプの方が良かったんじゃないかっていう風になる可能性もあるぐらい、うん、ちょっとバイデン危ないと思います、ね、いや本当ですよ。だって家族でさえ取り違えてるのに、うん、そうそうそう、外国の首脳とか覚えてないと思いますよ。絶対覚えてないと思うよ。菅さんのこと安倍って言って、ね、絶対安倍って言って、ミスター安倍、そうミスター安倍って言うと思うよ。はい、それか漢って言うかもしれない。漢字わかんないけど、ね、漢字わかんないか。おーミスター漢、おーミスター漢って。そう考えると、うん、ていうかバイデンしか出てこれなかった民主党がやばいですよね、はい、そうバイデンしかいないのかっていう、そう、人材いないのかっていう、バイデンだけが中道で、うん、あとは全部極左の社会主義者がばっかりが残ってましたんで、うん、それを思うとね、政権運営が本当に社会主義者に引っ張られるんで、うん、環境問題とかね、要はシェールガスやめるっていう方向に、うん、行くみたいなんで、なんかあのパリ協定も再度加入だっていう話ですからね。で、すぐトランプ増税もやめると、うん、あ、増税やめ、減税やめるというふうに言ってるんで、本当危ない。いや、だから世界構造に大きな変化をもたらしてしまいますよね、うん、まあ、どっちでも影響をもたらすんですけども、そうバイデンになると一気に逆張りになっちゃうんで、そう、トランプは4年間我々慣れたじゃない、うんうん、で、あと我々ほら後ろに安倍さんがいるから、はい、まだだから何かあったら安倍さんが行けばね、うん、特使としてなんかトランプだったら抑えられそうな感じがあるじゃない、うん、ところがバイデンはね、うん、あれ誰みたいな。あなた誰みたいな感じ。いや、それこそもう中国に言い組められる可能性ありますからね。確かにね、うん、いや、尖閣って実はうちのものなんですけどみたいなこと言ったら、確かに、いや、そうだそうだみたいな話になってしまいかねませんからね。そう大丈夫かなって思いますね。そうですね、まあ、だからこそこの選挙結果には注目せざるを得ないんですけど、はい、まあ、現段階ではちょっとこう勝利確定とか言えるようなタイミングではないので、はい、そうですね、いや、しかもむしろデータを、現状のデータを見るとかなり厳しいっていう、うん、現状ここから、まあ、郵便投票がどこまで空いてるのかは分かんないんですけど、うん、これから郵便投票を開けていくとしたら、うん、例えば、このペンシルベニア州は、はい、まあ、今はまだすごいトランプが 10% 以上勝ってるんだけど、うん、ここは実は11月の6日まで郵便投票、郵便投票やるって、はい、6日だよ、今4日でしょ、はい、6日まで届いた分やる。で、ノースカロライナ、うん、これなんて11月の12日、どうなってんですかそれ。もうだって郵便やって消印 OK だったら12日までに届いた分っていう話なんだけど、はい、うん、どんだけ郵便遅いの。いやだから、ね、はい、いや、さっきちょっとこの放送が始まる前に改めて計算すると、はい、ちょっと悲観的になってきましたよ。そう、あとはもう後進国になるしかないっていう。そうです、クーデター的なね。プラウドボーイズとかトランプのステンバイゴーって言ってた、あの彼らを暴れさせて、暴れさせて、それで暴動、そう、裁判に持ち込んで、暴動&裁判で、そう、アメリカ大荒れになりますね、うん、右も左も暴れるだろうから、うん、本当に。だから YouTube に
あの、ルームランナーで、はい、MacBook を抱えて、はい、あの箱入りで、うん、練習してるやつがいたのね。こいつ絶対暴動に参加して盗む気なんだみたいな、略奪する気なんだっていう、ね、そういう YouTube 上がってましたよ。今結構その、はい、まあ、スタバにしろ、うん、デパートにしろ、はい、バリケード張ってますもんね。窓割られないように、その木の板張るとか、そういう作業が急ピッチで、当然ホワイトハウスの周りもそうだし、はい、高級住宅地の方とか、うん、LA だと和也君とまあちょっと行ったロデオドライブっていう高級、うん、住宅街というか、まあ、こそ高級住宅街の近くの、うん、高級商店街じゃないな、あの買い物するストリートがあるんだけども、はい、そこも全部っていうか、そこね封鎖されてたね、うん、道路に入れない。もう警察官がいて、もうそこの街、その通り自体に入れないようになってた、はい、うん、コロナでもなかなかそこまでやらないですよね。そう封鎖して、封鎖はしてなかったと思うんだけど、もう今の方が圧倒的に怖い、危ないってことでやってるっていう、そうバリケードですよ。いや怖い国ですよアメリカは、うん、ただやっぱそれがアメリカですからね、うん、自分の身は自分で守るという、そう、まあ、今銃規制の話もありますけれども、うん、これだけ今売れてるっていうのを考えるとなかなか規制も難しいでしょうね。今回のその選挙戦にあたっては、うん、民主党支持者ですら、うん、銃規制に賛成な民主党支持者ですら買い込んでるっていう、はい、そうもう頼れないから、やっぱ家に来られた時警察呼んで、警察がすぐ来るわけじゃないから、うん、しかも警察を信用できないですからね。だから警察も、まあ、共和党側だったりとかするっていうのがやっぱりあるんでね、うん、ちょっと、うん、ね、考え方を変えてみないと、うん、このトランプ現象っていうか、うん、トランプっていうかアメリカ自体がね、うん、岡山さんが言ってる、BLMやってる人たちっていうのは、まあ、所得も低くて黒人で移民で、はい、だから文字も読めない文盲の人たちがいるじゃないって言ったら、うん、岡部さんがトランプ支持者も似たようなもんですよみたいな、マッチョなんでつって、はい、マッチョっていうのは理論じゃないんで、うん、あトランプそこ間違えたよねって言ったら、間違いを認めなかったら間違いじゃないっていう考え方、強いかどうかなんだ、間違ってるかどうか関係ないんだと。いや確かにいますよそういうの、うん、日本にもいますもんね。そう、強く逆切れして、うん、間違いを認めないやかったら、それトランプかっこいいよ、つって、俺ついていくっていう。そうだって思う人が、そうそういうなんかマッチョ思考な人が、そう論理じゃないんですよね。論理じゃないんだよ。うん、だから日本人はやっぱちょっと論理入れたりとか、小難しいこと考えるから、あれなんだけど、うん、やっぱその、最後喧嘩するときって、こう、どれだけ切れられるかっていう正義とか関係なく相手を飲み込むほど切れられるかってい う、ね、いやもうなんか鎖国したいですよね。そういっそのこと、そういう人たちとね、うん、やり合うってなかなか難しいよね。いや日本人はやっぱちょっと人がいいんじゃないかなって思ってしまうので、うん、はい、なんかこううまく言いくるめられてしまうというか、そうなんか騒いでると飲み込まれてしまうというのは、うんうん、ちょっと近隣国も騒ぐ国あるじゃないですか。あ、います。そこにも丸め込まれてる感があるので、いやだからすごく騒ぐやつがいたらおとなしくしてほしいから、日本はお金払ってきたわけですよ、うん、謝って、早く流そうと思ってお金払って、うん、謝ってきた、韓国に対してとかもね、はい、中国に対しても。ところがそれをやるとより騒いでお金もらえることが分かったということで、うん、ずっとたかられると。そうですね、いやしっかりその悪循環というのを断っていかないと、はい、そうダメですね、はいはい、いやちょっとね今回の報道をめぐっては、うん、今日のバイキングですか、うん、フジテレビの、はいはい、坂上忍さんっているじゃないですか、はい、うん、坂上さんが、うん、そのバイデンの方に、うん、その勝利確実みたいな週ごとに出たら、よしって言ってましたね。あ、言ってたんだ。よしって。なるほど。結構小声でよしとかじゃなくて、はい、よしってもう盛大に言ってたので、テレビ局の人ってやっぱそっちなんだね。そうですね。僕はトランプ応援してるし、トランプ勝ってほしいと思ってるけれども、うん、状況は厳しいよっていうのはずっと一貫して思ってたんで、うん、それはそうだなと。ただはい、なんか CM 中に苦情が来たのか、うん、スタッフからカンペが出たのか分かんないですけど、うん、最初はニューハンプシャーとか、うん、ニューメキシコとかで、うん、出た時によしよしとこう、うん、連続してよしって言ってたのに、うん、その後ですね、なんか多分怒られて、うん、トランプがなんかフロリダかどっかで、うん、勝利確実ってなったら帳尻合わせるようによしって言ってましたね。なるほど。あれだ、放送法違反中立じゃないといけないわけですからね、はいはい、いや本当ですよ、はい、だからそのためにこう電波利権っていうのを得てるわけですから、そうあれとんでもない話だなと、はいはい、思いますね。
いやまあちょっと ね状況としては厳しいわけですけれども、トランプって落ちると逮捕されたりとか、はい、もういろいろある可能性あるんでね、うん、ちょっとかわいそうだし、離婚もされるっていう話も、離婚もメラニアに切られる、大統領までやったのに全て失うっていう、うん、韓国方式じゃないですか。あ、そう韓国、まあ、トランプに原因があるんだけどね離婚もあとその、納税してなかったんじゃないか疑惑とか、うん、あとまあ、公職選挙法違反みたいなやつが前からちょっとあったっていうのがあるんでね、うん、いやなんとか勝ってほしいんですけどね、うん、はい、